が苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ、はい、東海ラジオは大口博歯科クリニック放送局です。はい、今日のお話はですね、はい、前回イベントのアナウンスをさせていただきました、うん、それについてね、また詳しくお話をしていただきたいと思います。そうですね、はい、はい、お話ししていただきますのは、はい、骨をドリルで削り取らない、はい、痩せた骨でも対応できる、はい、大口式インプラントの考案者、はい、岐阜駅前の大口博歯歯科クリニック理事長の大口博歯先生です。はい、はいはい、先生今日もお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、では前回ね、はい、イベント10月13日に行います、ね、イベントのお話をさせていただきました、ね、はい、その中で、うん、スリベさんの本の紹介を ね、はい、内容までちょっと先生少し、ね、今日触りだけね、はい、触り、はい、お願いします。この口の中に毒があるという本は、はいはい、非常に、いい本だと思います、この本をですね、うん、実はあの患者さんだけあるいは一般の方だけではなくて、うん、はいはい、歯科医も読んでもらいたいと思います。あ、歯医者さんも、うん、どっちかというと、はい、私歯科医は、はい、あの気づかないうちにこれを使ってるんですね、はいはい、こういう材料をね。あ、そうですね、はい、だからそれは罪なことなので、まあ、それはね、患者さんがどうしてもそれって言われれば、うんうんうん、やむを得ないこともあるんだけど、ね、やっぱり歯科医の方としてはやっぱり専門家なので、そういうものはなるべく、推薦はしないということをきちっと患者さんの前 で、説明をしてあげられるのはね、うんうん、やっぱり私たちの責任だと思う、ね、そうですね。でぜひこれ歯科医も読んでいただきたいと思いますね、うんうんうん、はい、でその中にちょっと触りをお話します。はい、お願いします。昭和31年の、はい、つまり1956年にですね、はい、水俣病って有名なね、水俣病 ね、はい、新鮮するのかって手が震えたりね、歩けなかったりね、そういう病気が突然発生したんだよね、はい、でまあ、最初はね熊本、あ、これは熊本県なんだよね、はいはい、でここの月浦地区というところのね、うんうん、この少女が最初に訴えたんだね、はい、それはどういう訴えかというと、うん、手足がしびれる、はい、歩けない、歩けない、口が聞けない、うん、食事がこう取れない、うん、手が震えて、うん、でそういうことを訴えて、うん、どうもこれはおかしいなということで、そういう病院へですね、はい、窒素の病院があるんですけどね、そこへ入院したんですね、はい、そっからどうも、うん、その地区の人たちは、はい、そのお魚を食べてたり、はい、してて、はい、それでどうも、はい、港になるということはまず突き止められたのね。でそのお魚というのはそのね、はい、あれでしょ、海にいるわけでしょ。そうですね、海で泳いでる。で、その海のところに窒素の、うん、工場があったんだよね。あ、近くに。あ、近くに、ね、でそれがどうも原因薬とは突き止められて、まあ最初のうちはなかなかね、うん、会社の方も認めなかったんだけど、まあなかなかね、たくさんの人とかいろんな人がね、障害でできたので、だん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 とこう追い詰められてね、もうな相当の、ね、年数経ってんだよね、でようやく認められたという事件があって、はい、でまあ、実はね、その水俣病だけではなくてね、はい、私は歯科医もね、はい、どうもね、同じようなことやってたってことね、あ、今まで、あ、今まで過去にそうで、私はね、昭和ね、58年からぐらいの時に、はいはい、もう今から 何十年前、30年以上前だよね、うん、そうですね、その時にやっぱりそういうことをちょっとお話ししたことあるね、やっぱりしてたからね、そういう知識は持ってたので、やっぱり患者さんにそういう話してたりしてたんだけど、やっぱりいろんなね、患者さんの方もやっぱりね、信じてね、歯医者さんが来てるし、今の医療制度というものを信じていらっしゃったので、やっぱり患者さんもあのいろいろ反感というか反抗があったり、またいろんな圧力もあったね、実言うとね、いろんな圧力がありました、圧力がね、もうそういう本当のこと言うとね、で、ま、早すぎたのね、でも今は ね、常識になっちゃってて、今はね、うん、本もいっぱいこういう本も出てるしね、いろんな方がね、やっぱり水銀とかね、銀合金のね、そういう悪いところをね、体に悪いことを話して見えるので、まあ良かったなと思うんですね、で、まあそういう意味で、私たちは、できるだけアマルガムや銀合金を使わない方がいいんではないかと、そうですね、でまだその辺の言い方の方がいいかな、そういう考え方で歯科医がこれからやってもらいたいし、またそういう患者さんがいらっしゃった時には、できるだけ取り除くということね、大事だと思うよね、でそういうことをこれから活動をね、はい、つりべさんと一緒にね、どんどんやっていこうと思ってますね、そうですね、はい、はい、まあその中で、はい、大牛式インプラント法というこの本もありますので、
鶴瓶さんもサインをしますし、はい、私もこの本にサインさせていただきますね、はい、でこの本にサインした時に、うん、鶴瓶さんの本は本屋さんで買えます、はい、でこの本はもうね今本屋さんでは出てないんですね、販売してない、販売してない、だから、この会場にいらっしゃった方だけに特別に、はい、これを販売いたしますの で、 そうです、ね、ぜひ、いらっしゃってください、 で、 そうです、ね、サインを、うん、鶴瓶さんもサインしていただけると思いますし、うん、私の方はサインしますの で、 そうです、ね、ぜひおいてくださいね。ね、ぜひね、はい、これね、読んでいただくとね、ね、より告知の状態もわかりますしね。はい、はい、お願いします、はいはい。はい。こちらの放送はですね、毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前10時より YouTube にて配信しております。次回もまた違う内容で放送いたしますので、ぜひご覧ください。またこの放送で何度も紹介しております、こちらオーラルジェルですね。こちら。こちらちょっとイベントの時はね販売はしてないんですけど、こちらですね、当院足を運ばなくてもホームページやお電話で購入していただくことが可能です。こちらのジェルにはですね、歯周病や虫歯予防に効果のあるよりすぐりの高品質な5つの生薬を配合しております。さらにですね、発泡剤や研磨剤、防腐剤も入っていませんので、高齢者の方やお子さんにもおすすめです。お電話での申し込みはフリーダイヤル 0120-640-896、 フリーダイヤル 0120-640-896、 覚え方はですね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハックルー、もう一度言いますね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハックルーまでお問い合わせください。またホームページはですね、大口博士が勧めるオーラルジェルで検索してください。 URL をですね、ご案内させていただいておりますので、そちらでも検索していただいても出てきます。そうですね、はい、はい、ぜひお願いします、はい、ぜひお願いします、はい、あなたの豊かな人生のために、はい、まずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですね、の大口博歯科クリニック。